まあ、いずれにしてろ、あれだよね。A リーグにもし俺が上がれたとして、別々だったら、その別々な人と対策する感じになるよね、多分。ももちと一緒になったら、ジョンと多分やるし、ジョンと一緒になったら、ももちとやるし、みたいな。うん。ただ、ガイルがばらけてくれればね、てかガイルばらけない方がいいのか。俺と樋口は同じブロックにいた方が多分、お互いにとっていいんだよね。対策できなくなるから。ジョンとももちと一緒になったら、それはガチできつい。それはガチできつい。まずそこ。まずそれを引かないようにする。で、まず樋口をそっちに、押し付けて、で、キャラ隊付き合いますよ、つって、嫌がらせをする。でもさ、思ったんだけど、まあ、なんだろう。別に、ずっとやってるからあれだけど、掲げってさ、基本的に同キャラつまんないじゃん。基本的に同キャラつまんないからさ、そいつのメインはさ、ばらけた方がいいと思うけどね、普通にね。それぐらいのさ、別にやってよくない？操作はしてよくない？なんかキャミーがまとまってるとかさ、そう、明らかにそれなんか、リーグ戦っていうかその各ブロックのきつさとかさ、面白さとかにさ、差が出てないかっていう。まあ、ただそのメインキャラっつっても別に何か登録してるわけじゃないからさ、絶対そのキャラ使わなきゃいけないわけじゃないし、まあ、そこはちょっと曖昧なところではあるけど、それぐらいはあってもいいよね。誰も得しないじゃん。同じキャラが固まってたら。見てる方も面白くないし、やってる方も嫌だし。そう、キャミ3人固まるとかさ、キャミ使いも嫌だろうし、まあもちろん相手にする方も嫌だし、ガチじゃないって言われちゃうからな。ガチじゃない、ガチじゃない。まあ、キャラ差がある時点でガチじゃないんだけどさ。まあ、そこは難しいよね。俺がでも主催者だったら多分そうするな。